バーチャル参照生徒会長風だぞなるほどなるほどじゃあ私も何、えー、でしたっけこれ<な> <laughs>、まあ、から見るから分かるんでしょうけどもはい違うよ違うよ若者を気取ろうとしてるのに早速さじじいとさ成人女性丸出しにしてんじゃない何でしたっけじゃないんだよ <laughs> いやだって分かんないんだもんなんかこう配分配,配分がほらあのーはい、なんかちょっとお嬢様学校風のとかはい <laughs> 今出してますもしかしても <laughs> はいそうですわね <laughs> <laughs> 知らないもんかねくら観察池しか,からしかさ学校見たことがないからさお城山港なんて縁ないっすよ だからないから知らない <laughs> それ人間ならあなたが見本を見せてくれるぐらいのそういう感じなんじゃないんですかーこれちょ待ってパーカーだしちょ待って <laughs> え <laughs> が<っ>なんかセンスだハイだかっこしてきなさいよ <laughs> あっ着替えてきますか <laughs> いいですよ着替えてきますよ着してくれれば <laughs> <laughs> ちょっと着替えてきてもらいます。<laughs> あわかりました。着替えます。<laughs> ちょっと待ってください。今、聞いてますよ。<laughs> じゃあ、金倉はちゃんとそういう格好しろよなって。そういう学校で観察される生き物だから、別にまあ。<laughs> 全部がいいかなと思って。こんばんはってことで、じゃあコメントを出ていきましょう。えー、バーチャル3賞、金から銀次郎さん、こんばんは。はいはいはい。じゃあ、んるん、ビシってことありがとう。 スイキングズもこんばんはん皆さんツイッターシェア、えー、高評価ベルマークチャンネル登録よろしくお願いしますということで読み論はお着替え中おおすごいね金村も今年ちょっとなんか衣装あれしようかなってことで画面変えますよあらあら一般性とか出てるし <laughs> これは好きな人多いんじゃないか <laughs> があ、私ちっちゃくなります 毎週あこんな感じで大丈夫ですよ。あれですかうん。毎週土曜日2 1時からはこの読み論が見れるぞ。そして皆さんもかぐやさんを送らせてよろしくお願いいたします。<laughs> はい、はい、ということで、えー、前回のアルペジオシリーズから同時視聴企画させていただいております。バーチャル金倉銀次郎ですよろしくそしくそて はいヨめロンですよろしくお願いします,す肩書きなぞ名乗らなくとも私であるということを分かれそうこれがヨメロよろしくお願いいたします <laughs> 成人女性ヨメロンです成人そう最初のジジイトということで、えー、前作までね、えー、涙でずっとぽーろになっていた <laughs> ええ、ヨメロンさんですが今回からはラブコメということで、はい、<laughs> 打って変わってする打って変わってだしこの、はい オスと成人女性で、ね、組んでこうラブコメ見るってね、v チューバー界ではあんま多くないんじゃないかっていうそう一番ちょっと触れてこなそうな <laughs> ジャンルの人たちがだ i n e を我々増えていってもまあ皆さん的にも大丈夫かなと思って <laughs> <laughs> なんらもう山椒もじじいと成人女性だしごめんな壁から倉がねもう成人女性っていうフレーズが気に入ってるだけだからこれ完全に <laughs>。 もう,も,うも,うもうすらなんか注意し,してもらえなくなってしまった <laughs> ついに <laughs> もう何かもうずっと面白いずっと面白いからごめんなさいって言われなくなっちゃった <laughs> ごめんなさいあこらって,ああって別の,あの考え出してもいいかもしれないでも逆には私女子高生ですからこ,こらこらっていうまあちょっとね毎週土曜日のこの時間はまあ女子高生かもしれません、ね、でもさその <laughs> 左のところについてそのりんごのアプリケは中学生だね <laughs> 服破れちゃってでもちょっと新しいさこのガウンっていうか何このカーディガン着るタイプのセーター買うのちょっともったいないからねーって言ってあのだんだん動物園になってくやつです、ね、だんだん動物園になってくやつは後で詳しく聞きますけどそれはちょっと金から経験ないでちょっとわかんないですけど。<laughs> <laughs> だんだん動物園になっていく技<う>なんです, <laughs> ですか女子。<laughs> お母さんのセンスとねでお母さん先生に<う>、あのー、手,手言い訳しといて自分が好きなやつをちょっとね <laughs> そう混ぜながらだんだん女子中学生が女子高校生になっていくね。ということでありがとうございますさあ。ということで同時視聴の説明をしていこう。 えっと、実はですね、我々と一緒にいろんな作品見ることができるよということで、概要欄に書いてあります。Amazon プライム、まあ、Amazon 加入してる人が見放題なんですけれども、見ていただければなと思いますよ。そう。で、えっ、ー、と、まあ、ありがたいことにね、えー、Amazon プライム見放題作品なので、お金いらないということですな、うん。そして、我々バーチャルと皆さんの現実、リアルワールドでは若干時差がありますので、その時差を埋めるために、このタイマー。 ちょっと一瞬動かしてみようかなーはい、ゴー4 3 2 1、ハイドンあー、ぴったり動きますね、素晴らしい素晴らしいこのタイマーに合わせて、ですのであの配信のあれ、なんかずれるなと思っていたこのタイマーと皆さんの再生時間を合わせていただけると我々と一緒に作品を楽しむことができるぞいろんなアニメを見て勉強しちゃおうということですな 今回は、まあ金倉学校経験は観察池から。生徒たちが食ってる給食見るぐらいしか、あんまりないんですけど、うん。うん、<laughs> なんか、よみろは学校っていうと、どんな思いでありますか。あんまり明るくないし。あんま明るくない。<laughs> 学生に肩 <laughs> <方>振る <laughs> あ。あ、でも、明るくないってい、まあまあ、そういうじゃない、そういうじゃない。方面に明るくないって言いい。っそういう意味じゃない。その明るいじゃない。<laughs> そういう明るい。そうういい。明るえ、じゃあ、今かっこいいよ、いやーな <laughs> ない,い,いな,いと,いなと思って、なんかちょっとこうい感じでいいなと思って、成人女性だ丸出しだったから今、ごめんなさい、ちょっと IT の方面は私明るくないんですよね、言いたかったそのニュースじゃなかったど。高校生明るくないって何なのいや、あんまり別になんかこう華やかな 育成生,生活ではなかったですね。なる,なるほど、なるほど。ウーパールーパー買ってました。ウーパールーパー買って、華やかじゃない。プ <laughs> <laughs> ラスで <laughs> 日本で言ったら、山椒魚界の、やっぱペットキング。やつら。うん、ウーパールーパー。ただ、まあ、なんか生物学教室とか、まわからんですけど、観察。池には、基本的にウーパールーパーみたいなの、いなかった印象あります。鯉とかね。ふなとか。ああ。ほんほんほん。ぐらいの印象がな。うん。 今回の作品は加賀さんも告らせたいというとことで、えー、学生の、まあ、一応恋愛、まあ、コメディーの方が強い気はするけど、うん、一応恋愛ものになるのかなって感じですかね、うんうん、チョコレートでもチョコレートもらえそうな見た目してますけどねくださいえー、くれるんですかかほら <laughs> チョコレートの顔してますね <laughs> ええー、くれるんですか。あでもなんか <laughs> でも女子生徒同士チョコレート交換してそうな印象もあるな。なあーでも確かにその文化はあった。ええー、面白い。男ですな。そうそうででもなんか男の子たちどうしてもらえねえだろうみたいな社に構えてるみたいな印象ありますけど、ね。<laughs> 確かうん。 そうね変にアピールするよりなんか興味ねえしのがかっこいいしみたいなああこじらせてんな <laughs> そのぐらいの歳ですよ学生なんてっていうような視点で我々見ていきますからーー我々の間でキャーみたいな色めきたくはわからんではでもそういう瞬間もあるかもしれませんがあーそううん確かにあのー、潤いを <laughs> 求めていきましょうそんな乾ききってるかのような言い方じゃないかと。<laughs> わかんないじゃないですか <laughs>。疲れ果ててたじゃねえか <laughs>。確かに、モンスターアップッシュってやっちゃったのおー。おい<ー> <laughs> モンスター飲み始めるのも社会人なんだよね <laughs> <laughs> <ー>。各ゲームは。はい、皆さん、ということで、かぐや様の準備できましたか。意外。で、ちょっと一回テストしていきましょうかね。再生できるよね。はい、よし。じゃあ、一回、一回テストしまーす。いきますよ。せーの。はい、五、四、三、二。 1、ハイドさあ読、読めろ再生されてるかなはい、見えてますオッケー、よしこちらの方のチェック終わりました皆さんどうですかいけてるーいけていけーよしオッケー、音も鳴ってない BGM も切った ああ、この流れが懐かしい。はい、これからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よ。2期まで見るからね。梅雨の時期に入った時にあでもね。なんかね。2期の方もはね。またちょっと雰囲気も違うらしいし、なんならあの、うん、3期の制作発表もされ、あの <laughs> 決まってますからね。<laughs> なんと <laughs> おめでとうございます。ってかね。おめでとうございます。<laughs> はタイムリーなんです。 期待できる作品じゃないですか。三期のせ決定っていうお知らせでもなんか去年ぐらいあった気がするけど。あ、そうなんですね。そうだっただ<ー>。映画もあるみたいですね。よし、うんうん、ということで皆さん準備できましたかね？高評価も来ましたか？よし、そしたら早速始めていきましょう。の前にちょっとだけツイートしようかな。<え> <laughs> お、もう一度ツイートしておこう。シェアお願いします。よし、あいします。あいします。クソ。 結構テンポ早めなんでねもう我々笑ってるだけだと思うんで <laughs> あの前回のあのあれに比べると <laughs> そうですね、うん、その辺はよろしくお願いいたしますはーいおいおいおいとかああとかはいはいとか簡単く簡単くばっかりでよーしやっていくぞーよしそしたらさっそくやってまいりましょうはい よろしくお願いします。一話でーす。はい。いくぞー。せーの。五、四、三、二、一。えどん。はっ。すでに国。<laughs> <laughs> どんな天気の時にやってんだよな。はああ。 明るくなくってけ結婚してない <laughs> あ<ー>あーやばい <laughs> <laughs> 頭やばい踏みつけは給料 <laughs> やだやだあれ重曹あっかっこいいねこれええー <laughs> あ、可愛いおぉ、うん、目のクマいやぁ、物騒恋愛は戦いだったんですかいおうわあ<ー>。ぁぁボタンでダンディ久々に聞いたこれ <laughs> あ、嫁らはちょっとだけ見たことあるからカネコラもね、なんかちょっと前見たことあるんですけど2人とも忘れてまして、うん、そう、内容すっからかんです今そう おしゃれオープニングっていうか音楽がおしゃれなやっぱアニメいいですね、うん、何度見 <laughs> これ古典アニメの手法が全部織り込まれてるの嬉しいですね <laughs> あの「ローマで会いましょう」とかなんかその辺のなんか白,白黒映画でも使われた手法ぐらいのその古典的な。 映像的なビーを追求していきますよ。あ、ジョーカーでは、この男の子金から全然知らないんですよね。見てないから、もう全然出てこない。ほら。<laughs> <laughs> ディスコのディスコの P. V. で、ね、こいつ。いや、なかなか渋沢を感じる <laughs>。でも、おしゃれ、社会進路も使ってるし、うわ。<laughs> でも、なんかちょっと古臭さはないんだよな。うん。 音とかの反響とか大丈夫ですかね、ゆみの。大丈夫です。オッケー。はーいわあ。あ、この銃おしゃれね。<laughs> はい、あ、いらっしゃい、ありがとう。今一話見てますよ。よろしくー。さあ、わあ、おしゃれー。羞恥 <laughs> <中>。学院おお。はい。 カードキャプター桜に出てきそうな <laughs>。<laughs> ごきげんよう。ごきげんよう。うわ二宮金次郎。そして。ご覧になって。ちょっと生徒会長なんかやり手っていうよりか結構ガリガリな感じうん。200兆円とか言って国レベルじゃん <laughs>。 <Yeah. S 2> いや。いや、羨ましい。羨ましい。あ、でもほら、才能豊かな感じ。いや、大変そうっすよね。できる女に憧れますか。憧 <laughs> れ、いや、お金に憧れます。お金に憧く、し、せんどけいなもんねー。<laughs> いや、彼結構好感持てますよ。あ、努力の人っぽいけど。うん。あ、すごい。はい。 勉学一本。あ、な、外部生とか言って。はあ。はあ、努力の人。苦労してんだね。うんお似合いの。はあ。あ。まあ、高校生、高校生だよね。えー、気になっちゃうよね。うん つき合いしてるせはありなんだ不質みたいなあ、でも恋愛ありなんですかねうん、なんか生徒同士でそういう見え方をするっていうのがああ、まあお嬢様学校特有なのかうんうアニメにありがちな、豪華なティーセット <laughs> いいぞ <laughs> あ興味ないてですか

おい。うん。平民とか久しぶり聞いたな。あ。いやいやいや <laughs>。<laughs> 何それいや、素直じゃねえな。やば。 え、二人とも割合悪くないでぐらいまであれなんだっ,ってうん学生の半年は結構大きいけどなあ焦り始めてる <laughs> <laughs> ええー、う,うんうんとんでもない文章流れてますけど あ、はは。うん。ああ。こじれてる <laughs>。頭がいいのか悪いのか。あら。かわいい。誰。ほわほわ系あら。まんじゅう、ちょっと邪魔だな。 <laughs> ど今チケットの話にかねくから食い入ってるぞハロリいやケチなのは大切なことだぞあああ初めてのデータでディズニーに行くとう,ーん <laughs> <laughs> うまくいかないという <laughs> <laughs> 世界で。 あい <laughs> いいんじゃない <laughs> あー負け、あーそういうルールであやばい先手をあれしてチケット誘っちゃったから負けと <laughs> コードギアスに見えてきた <laughs> 生徒会長だし <laughs> あー出た <laughs> <laughs> おかわいいプライドがあるのか <laughs> 好きなんでしょ <laughs> あーそういうなるほどはあ 超能,能力者バトルバリのシリアスなんだけど <laughs> うんうんあっえー、えー、大好きじゃん <laughs> やばいそれはやばい 全然好きじゃん。<laughs> あっ<ー>、えー、なるえ、いやそんな方が意外 <laughs> 使う人いますよ。えー、使っていきます カマトと教育ですか？うん、うわあえー、ええええこ惑させることが目的だからいいのかそこは <laughs> こじれてるから分かんない数学じゃないんです。<laughs> そんな触れていいんですか。いや、まあ、その辺は相手から現地を突き動かす。<laughs> やめましょう。<laughs> いや、違う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 。<laughs> <laughs> あ、数式たちが鳥取り。鳥取、鳥取り。

えー、食べちゃう戦は食料兵糧を制した者が勝つハハしょせしょうもない <laughs> でも確かにおてては触れていいんですねぐらいのほんとにそう生徒会室だからみたいなところなんかなそんな年頃の男女が手を取り合うなんて生徒あっか一人うずくなってるぞ <laughs> 誰 <laughs> 顔が見えないえ。え生徒会4人 <laughs> あれ <laughs> あの男の子知らねえんだよな。あダブルレター。あら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 うん。えー、ええ高校生の誘い文句じゃないけど <laughs>。うん,う,んうん。じき、うん、れい <laughs> こじらせてるねー。<laughs> どう、どうなんですか。会長同様が <laughs>。<laughs> テープで巻いて。<laughs> 貧乏症いや、負けてない。<laughs> 早速 <laughs> あーこれ言われたくないな <laughs> おかわいいことワクワクしてるほうんいやまあ <laughs> <laughs> 友達じゃないのえ <laughs> 500兆円ですもんね宗師さんが <laughs> あもう同じイメージ共有してるの <laughs> <laughs> 高見そだなーあー高度な心理戦なのか、うん、はい <laughs> ねじ曲がってるよ <laughs> うん うん。何。デートぐらい聞けばいいんじゃないですか。<laughs> 止めようがなくない。うん。いや、俺と行こうぜしか。ええ。成功 <laughs>。 センセンちゃちどうぞはあ食事上流階級の高校生のデートの誘い方を食事なんですね <laughs> 食事 <laughs> あ小さい男大嫌 <laughs> いだせり言ったの。 めちゃくちゃ好きじゃん。くう。<laughs> <laughs> <laughs> いやがなわけないでしょ <laughs> か<ー>。かいや、イメージャー <laughs> 年としそうが

あ、うん、あかつく <laughs> そういうことか。 お前。ちか <laughs> <ジで>。<laughs> <う>いやー、ちょっとやばそうだな、この子。<laughs> 途中まで会長情けなかったから、最後行くかと思ったら。うん、いや、二回連続横やり。<laughs> あー、はや、い、ぼ。ちょっと最後上手だったな。うん。 もう告白してるようなもんじゃんと思ったけど。うん、あ、全然いいんだ。あ、お嬢様学校ではバラがすごいもん。はあ。自分のペースで食べたけどな。<laughs> <laughs> 金からごめんあんま。三勝負だからあんまよくわかんない時あるんだよ多分。あ、パクパクパクって。練習の時に黙ってさ自分のペースで食いたけど。 これについて後で話し合いましょう <laughs> はいえづ <laughs> けうんお庶民派の弁当て弁当手弁当,手弁当独特の言い回しうんおそんな美味しそうなどういうこと <laughs> ああ あんしょみんのかよ、うぅー <laughs> 正月かよ <laughs> <laughs> ああスタンダードおいしそう,しそうあどれが好きですか卵食べたいあ、のりたまとか言ってあ結構豪華じゃんあー、のりた好きたこさんウインナーお腹空いちゃう普段自分が食べないものが 確かにあんまり見ないかな。<laughs> どうなんだ <laughs>。うん。ねえ、全然いいじゃない。えー。うっ。結構その辺抵抗ない感じ。えー、いやもうここの子がちょっとそういう<っ>えちょっと待って。あ、その箸は。 確かにあらお腹減ってきたぞーおあすごいすーごいえー、えー、あつ爪楊枝ねよかったよかった <laughs> <laughs> やば こうき沈みが <laughs> え違う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 <何> <laughs> うわ<嘘><ほ>っ <laughs> <laughs> あれ <laughs> 営業マンみたいなことしてるな <laughs> そんな高校生でその味噌汁まあ持ち歩くか えー、全然はは箸箸ぜああ<ー>、ほどけちゃうよ味噌汁は最高なんですいや味噌汁いいなああ九州にはねそういうわざと冷やした味噌汁ご飯みたいなのありますから <laughs> 天才です いや違うんだな争ってるところその行為自体が <laughs> <laughs>、はあ、友達が <laughs> <laughs> 恋は人え違うそっちじゃない あ、落ち越しですか <laughs> <laughs> それ、フェニックスは何で作ってあるんですか人参はうん。いや、そんな はーああなるほどね。素直になれないあれいああ常識人だからまあ。<laughs> ああみんなやっぱそっちの方が興味あるのか庶民派な感じだからみたいな。<laughs> か,<に>かぐや様いつも豪華だからみたいな。<laughs> 珍しいのか普通のお弁当の。う <laughs> あー、生牡蠣入ってる。そう生牡蠣入ってたそう。牡 <laughs> 蠣？どっち果物の方だったらまあ。入ってました生牡蠣。ええ。入ってました。生ガキ違う。今回相当すれ違ってるぞ。頭悪そう。<laughs> う <laughs> やった。あノリベンじゃーん。タコさんウインナーあげればいいんだよ。 ハハ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 うんへ<ー>えっつきあってんの作くってくれたのそんなことするんだ。 ひどい。絶対口出しちゃいけないことしか言ってない。あああああなたのじゃないです。はあ。フ <laughs> そういう幸せだそ,それでいいの <laughs> <laughs> 作ってもらった弁当、綿菓子でもらって嬉しいんか <laughs> いや、贅 <laughs> 肉まみれの家畜ぐらいまで言ってましたけど、さっき <laughs> タぐやの勝利なの、えー？勝ちなんだ。<laughs> <laughs> すごい。すごい。塩にいるじゃん。え、何そのカラー？すごうん。 ううんロー、うんそうなんだぞ。かわいいぞ。 <laughs> いや、この表現やばい古いですね、ちょっと。<laughs> やばい古いとか言ってあげないで。ああ、いったことで。第一話でございました。いかがだったでしょうか。<laughs> やばい古い、言っちゃったああ、サザエさん世代ですもんね。たたたたらたたぐらいの <laughs>、うん。 なんだろうあの表現がランマ2分の1であった気はしますおランマ見たことないですラランマ <laughs> おっとバーチャル参照シードもさらに古い世代のようだ <laughs> はいということでかぐやさんの1話でした結構衝撃的なね、はい、あの女の子の友情はすぐもう考えてることあんな風に <laughs> あんまりやばくないと思いますけど、ねうん。ちょっと二人とも思い込みが激しいタイプだし。うん、その、えっ、ー、と、生徒会長の名前が白金みゆき。はい。まあ、たまにいますよね。なんか、こういう。ちょっと女性かな、男性かなみたいな名前のね。うん、白金みゆきんで、えっ、ー、とー、副生徒会長か方。が、ええー、篠宮 <laughs> かぐや。ですね。うんうん かぐやさんの方があれなんですね副生徒会長なんですねそうですねでもなんかやっぱり学力の差なんですかねいやでも学力だけじゃ生徒会長のあれなんでしょうそうか。人気とかカリスマまあでもそれが外部生でそれを保ってるというのはすごいんでしょうねいやすごいうん。しかもなんかこうやっぱり苦労してそうだから、うん、<laughs> その辺が共感があるんでしょうね っていう形でしてでえっ、ー、と作中ではフルネームで出てきたか分かりませんが、えー、初期ですねあのピンクの子がうん、うん、のえっ、ー、と最初からやっぱ結論出せないでっていうようなところで横やりがすごかったですけど <laughs> 今回のさ <laughs> 天然天然なのかな,なか多分分かってないですよね頭大丈夫の時はだいぶ的確でしたけどは、ね、は <laughs> こんな感じでした。ただ、それからみゆきくんの妄想が一番最初、いきなりもう <laughs>、うん。なんかもう裸ぐらいの印象でなんかこうあれしてるし、うん。これって新アニメですか。え。新アニメってこと。新アニメですっけ。わかんないっす。わかりません。<laughs> その表現によりかもしれませんが、別に。今の高校生それぐらいあれするんじゃないんですか。 ちょっとあのんか突然のんかほぼ裸描写がちょっとびっくりはしないあでも確かになんか珍しいかでも逆に深夜アニメの方がないぐらいまでありませんその辺が男子高校生の頭の中ってあんな感じなんですかねそれは金くらい聞かないでほしいんですけどあそっかうですねそうなでんか。 <laughs> そういうこの真面目なところの男の子の方ほどっていうのはなんか,分かりませんけどさあ世の男子高校生の代弁ができるほど世の男子高校生を経験してない場合じゃあ最初はちょっと難しいかもしれませんが逆になんか女の子はなんかああいうふうにもう結構もうすぐあれの形でこの家畜がぐらいのその恋愛で。 でもなんかその私、うん、なんかこの言い方するとなんか誤解招きそうでなんですけど私が聞いた話なんですけどあのー、そう私が聞いた話なんですけど、はい、そううんんあのー、なんかなんだろう同じ子を好きになって、うん、でも別に行動は起こしてなくてはい、はい、であのー、なんて言うんですかその先にこの子が好きって言った方がなんか勝ちっぽい感じその女の子同士で。はいはい 同じ男の子が好きになって、うん、で、その同じ子が好きになったって分かってるのにそのああ女の子相手に私あの人好きだから取らないでねみたいなへえ<ー>そうでも別にその子の,あの彼氏さんじゃないんですよ別に。<laughs> <laughs> 何の行動も起こしないけどでもなんか先にそうやって好きって言えばその相手が好きだからって動いたところで裏切ったみたいなあもう予防線みたいなそう私好きって言ったのになんでそんな仲良くしてんのはいみたいな会話は見たことあります、うん、それアニメで見るの耐えられないですけどね <laughs> <laughs> あんなになんか多分そんな,なんかあんな まああの二、ー、人ともやっぱ妄想型なところがあるので、うん、まあああいうすれ違いが起こって半年とか一年、うん、<laughs> なのかなってとこですね面白いね結構ねしかも一 <laughs> 回に 3, 3つ目エピソードあるんだ助かるなそうですねなんかポンポンポンって進んで早速庭の方を見ていきましょうかねはい <laughs> なんか一人うずくまってる子がちょっと金倉気になっちゃうんだよあー確かに男の子金倉はね、うん、あのー 2話この2話くらいまで過去一瞬見たかなって感じだから3話から全く初見なんですよね。なるほど。あそうだ。3あでどうですか。あ,あ。え？何何？あん。ああね。なんかすごいなんかや金倉のコメントに引っかかってましたけどど,どう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 いうことなんですか。っっあっんてってなんだこれって金倉やばいや普通に。 金倉なんかなんだこれと思うんですけど <laughs> えなえな魅力的なシチュエーションなんですか人間にとってやっぱりわかんないしメロンはあ,あ,あのあの嫌です <laughs> ああでで,で金倉も別自分のペースで食べたいけどなで <laughs>、うん、二人の我々の間で一致してるじゃないですか見解がいやなんかでも,<う>でも世の中には存在するシチュエーションじゃないですか<分>いやだってそんなお母さんじゃないんだからさ <laughs> 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 自分の飯ぐらい自分で食えるだろうよ、えー、<laughs> と思ってそんなあでもそうか多分山椒文化的にそのなんからそういうことですよね多分そういうことなんでしょうで自分のペースで、うん、だってあんな大体咳き込むじゃんか <laughs> <laughs> だからなんか人間様はそうなんですよなんかこう異性からなんかあんをしてもらいたいっていう、うん、いやあの願望を抱いてる方はいらっしゃる なんで。なんで。え、かんないす。すわかんないんじゃんか。なん <laughs> <て> <laughs> 引っかかってるから、金くらい質問してるんだろうかよ。<laughs> いや、でも、そういう一定数いると思ってるから。か我々向いてるほど作品を同時とするか。ごごめん、ちょっ教えてください。<laughs> そっちの意見は聞きたかったんですけど、いらっしゃるんですかね。<laughs> 互いに、互いに世話をしているという感覚。<laughs> ああ、そうなのかな。 普段しない行動。あ、でも特別感。そうですね。誰にでもする。あ、でもする子いるよな。あれうん <laughs> でも、なんか、あんするかは置いといて、あんされんの嫌です。なんかこう。なんだろう。いや、だから違うのよ。それでトークを弾ませて、<え>いや、そうじゃなくて、じゃなくて、一致してんのよ。展開が。<laughs> <laughs> これ以上膨らまない方が、<laughs> うん、そうだね。じゃあ、二話を見ていきましょうってなるわけ。はい、<laughs> そうですね。じゃあ、二話見ましょう。<laughs> <laughs> ちょっとどっかで意見をちょっとおかしいな。全然いや意見一致してますいですけどね。<laughs> いやちょっと妄想したかったんでしょなんか <laughs> す。する側する側するも差し出す側ですよね。影か金らだって卵から生まれるから別に世話しないしな。あだから差し出される側ですもんねどっちかというと。うん、あうめえって言ってあうめえうめえって言ってもう早くう、ね、今日遅くない朝ごはんみたいな。<laughs> ペットだからさちょっと散歩はーみたいなぐらいのおうちはようみたいな感じはありますけどね。は人に食べるからみたいなえでもだあじゃあいや女性側から男性側はちょっと母性の片りんなんじゃないですかああなるほどね男性側からしああでもする人いるかあは逆にほら不性の片りああそうかっていうそういう家族感が逆にありそうでな,いいな,なるほど とこれは発展しちゃうな二を見ていきましょうかああーって何ってちょっとコメントしな <laughs> ああってなにあ<ー>あーってそれななめてんのかああ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  あんってないあれ正式名称なんですかあんってなんですかねでもあんしてほしいですよねあんしてほしいあんしてほしい英語の字幕でもあんって出てるのか見ていきましょうはいということで第二話見ていきますや4名様ありがとうはいじゃあ行きますよはいよっしょあ待って待ってですストップストップよいしょ <laughs> えっとはい行こう 4 3 2 1はいどんあこれはあれ青色と赤色は会長と家具屋さんって感じかな <laughs> こんな感じなこと言われるんですかねなんかこんな頭下げて,て今は LINE で告白なんじゃないんですか <laughs> あーそっか時代だな<ー> <laughs> いいね金からこういうああもう時代だなっていうコメント二人でしたかったですよね。<laughs> ラインかな。<laughs> ラインで告白ってどうなんですかね。告白告白されした方がやっぱ負けなんですか。<laughs> ええー、まあでも冒険ではありますもんね。はあ<ー>。振られるかもみたいな。なるほどね。うん、友達から だ発展していく方が現実的じゃないですか。タッタッタラタラ,タラ <laughs> <laughs> ちょっと冷めすぎたな今 <laughs>。分からん恋愛感が。もうなんか、ね。いやここにかっ。<laughs> あれなんですよ。あのーはい、興味はあって。うんうん。まあ、あのなんかそう,いうシチュエーションボイスみたいなね。企画結構金くらる。そこそこ呼ばれるんですよ。 そうですね。すね<う>うん。で、頑張って頑張ってやって、その人の気持ちになりきってやるんですけど、うん。時々めっちゃいいねって言われる時あるんですけど、その時大体なんだかなと思ってる時ほど <laughs> <laughs> 難しいですね。<laughs> 勉強になります。と恋愛感がちょっとずれてるってことなんですかね。恋愛、ね、しないし。 <laughs> しなしうーんあそうか,いないか客観的だから何かも <laughs> だけどまあたくさん見るうちでまあこれがありますよねって言ってちょっと我々のあれ刺さるようなあれが来るのちょっと楽しみにって感じですね。<laughs> あーどうなんだろう。読み論の理想の恋愛バーチャル参照の <laughs> 理想の恋愛このこの初期どこがハッピーなんですよずっと <laughs>。<laughs> ずっと欲をやりまみれだってちょっとあれですけどね <laughs> どうなるんでしょう,うん、うん で男の子全然出てないあのうずく回ってる子がさ確かにあと後々からからなあこれあれかなオープニング変化するやつかなそれだったらちょっと楽しみかもうんろうあーいたいたいた,いたこの黒髪を踊ってましたね今ね,ね女性人の方が多いんすねわあ、愛が爆発してるな <laughs>、うん、<laughs> すげえ。愛が爆発して私立シロ学園ここ頭一緒なんですね <laughs> こんすごいよ体育館だけちょっと庶民派なんだよなパイプイス <laughs> パイプイスきたいやお二人揃っていや結構ちゃんとリスペクト買ってるの素晴らしいよねみゆきくん君がうーんだから増えてないあ,あれさっき100兆円なかった気に違あれ <laughs> すごいよ うん、車を押さえてるのやっぱ強い銀行もこの二人が付き合ってるっていう噂まあでも噂立つでしょうで私が付き合いたいとかじゃないんですかね <laughs> 憧れみたいなああでもほらなんか生徒会で触れられないみたいなもうもう尊すぎてってことですかそれっていうのもそうだしそのお嬢様を学校で, <laughs> で それで生徒会だから、はあ、ちょっとほら特別な、うん、その中でもさらにちょっと上みたいな。なうん、ふんふん私たちみたいなのがみたいな。なるほどな、ちょっと一歩引いた。今、そう,そう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 。だから、じゃあ、あの二人がっていう。なるほどな。あの二人だったら、許せるってことですね。あだから、もうすごい二人ともリスペクト買ってるんじゃないですか。<laughs> うん、うん、うん。むしろ相手はこの人じゃなきゃみたいないた。ほら、うん、ほら、花道みたいになってるもん。 <laughs> す,ご<い>よ <laughs> すごいもん <laughs> すごいもん <laughs> まあ演出なんでしょうけどこれは <laughs> うんほらほらやっぱりほら周りからちょっとねーほらどんなお話をなさっていらっしゃるんでしょうみたいな世界観ですよなるほどなどんな話あらおめでとうございますイエーイおおライン出たラインあ 交換なんてすげえいやちょっと同時視聴に自信持って持ち始めました <laughs> <laughs> いやまあスマホの方がいいでしょやっぱりうんまあね何でもかんでも入れられますからいやほんとに LINE で告白ですかあのやつ情報もそうだし勉強の道具としてやっぱスマホもねもうすごいっすよね今必要でしょカメラもすごいよ うん、聞いてくるがいいあらこの子はもうスーパーフレンドリー <laughs> 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 コードギアス楽譜やめてほしいな <laughs> 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 まあ交換したいですよねうんえそんな連絡取りやすいから便利だからでいいじゃん <laughs> えー、そうなんですか <laughs> シェアしなきゃ時 <laughs> 代 <laughs> <在>だな <laughs> やーばうわさの噂の拡散スピードがもう我々の時代と違う <laughs>、うん。ほう。あらフフ <laughs> 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 だから半年もかかってんだぞ <laughs> 聞いたらいいじゃない別に <laughs> うん別にいいファイトあでもその仲良しの LINE グループみたいのがあってとかうん、うん、なんかそういうのありそうですけどね確かにあの人は別にこのグループ入れなくていいからみたいな <laughs>、うん でも全然生徒会内でなんか LINE グループ作ったらみたいな <laughs> うんおははっ <laughs> 餌で釣るかうわっ 見たいよーいや違います <laughs> <laughs> そのスタンプいいなあこれもいい <laughs> こういうの出したいいやいやいや考えすぎだって普通に連絡交換するんだけのど, <laughs> どっから出してんだ <laughs>

あーなるほど<ー>自分から交換したいとは言ってないけどこの涙の理由を相手に刺させるという見せたどういう写真今の <laughs> <laughs> 頭がいいぞインプットなるーやられちまったぜ。 なるほどななんだか悪いことしてる感は相手を説得する材料ですよねいや厳しいぞ飼い犬の写真かおおスマホじゃないあ <laughs> 知らないのか <laughs> も物持ちよなるほどな、いやでもねお嬢様学校だから子供にそういうの持たせないから知らないみたいなアドレス効果してんじゃんい<や>なん逆に今アドレス効果する方がハードル高いぞ <laughs> うん、はあ、今日寒かったです <laughs> だけど藤原ちゃんは出かけたいんです <laughs>、うん 半年経ちましたから。あらー、火、はあ、じゃない、部活動っぽくて。行きましょう。三人。あと一人いるんでしょう。でも一 <laughs> 回も出てきてないけど。ああ山ね。ちょっとした困難があって意外といいんじゃないですか。山いいですね。山登りたいです。山登りたい。うん、o L の言葉だね。あ山登りたい。<laughs> <laughs> でもカネクラもわからないではないな <laughs> 山小屋で食うカレーがうますぎるどうやっていくんですか水槽持っていけばいいでカネクラはスマホの中で入ってますかでも電源切れちゃうんだよな山登りの時に <laughs> 肩に乗ろうかな <laughs> いいかわいいなんかまるで私たちのようであこれはあれか会長の妄想かこの顔でこの妄想してんの <laughs> やばくない <laughs> やばくない <laughs> 目つき目つきやばいけど男子高校生だよ 寝てるちゃんとルルタアイでやめなさいやめなさいちょっとちゃんとお勉強してるからせいぜい名前ペラペラ出てくる <laughs> やっぱ男子高校生の妄想見るのまずいな <laughs> 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 え海あ意外 えー、海は水着になるんじゃないですかうん、うん、確かにあでも山派海派いるないやでも山です種倉川派だから <laughs> それは住処ですか <laughs> <laughs> 怖いんだよ <laughs> あらドイトンえ面積 <laughs> ちょっとどうなってんのあでもコスプレ、ね、不安になるわけ親御さん視点なわけ我々 本当に親。うわあ、海は山はこれは決着しないよ。好みだもん。え。はあ,あ<ー>、はあ、かっこ悪いところはね。<laughs> 浮き輪に合わね。<laughs> あ。お可愛い,いこと。

持ちあーこっちはこっちで痛いな。体調 <laughs> が痛そうなことじゃての。<laughs> まあ確かに高校生で行くなら海か。あーあやめなさいこれ。<ー> <laughs> <laughs> 信じらんない。え、ね山は好きなんかい。びっくりした。 <laughs> あーもう嫌だいや本当に嫌だにるは <laughs> はっ気づいちまった。 そうよさっきからそう言ってるわけよいやシルエットが90年代のアニメだ009ドーンドーンわおいやーそういうの考えちゃうんですね男の子だと腹筋割れてるか割れてないかみたいななるほどそんなこと言うわけねえだろえそんなことで最低でしょ お前 <laughs> うわーそれはない <laughs> 思ってるからもう口出しは絶対ダメだぞ <laughs>。<laughs> <laughs> 逆転してる <laughs> 海山ああ。 自分から提案しといて <laughs> ああ<ー>、うん、なんで心霊スポット的なえええ よくわかんないです <laughs>。よく分かんないです <laughs> ああ、夏だからホラー的なえ長ちって藤原主席よくわかんないぞ <laughs>。おじゃん紙 <laughs> <拍手 S 1> 怖いよ<ー>。闇的な感じ。藤原チカ。お結構プロフィールがすごい <laughs>。おお。 あれさっきアンしてた子、うん、違ううかなうーんあやっぱそ、ほら周りからそういうふうに見られてるんですよ百戦錬磨とか言って会長制服…着崩してるそうだよ、うん、でもまあ白髪みき君は特に真面目かもしれないから童貞 <laughs> 普通にこのワード出る びっくりした覚悟しましょう <laughs> 覚悟しましょう <laughs> いやまあまあでもいやーでも言ってお嬢様だってそうんそうですねあー言葉の妙ですなーはあおお まあ上に立つものの同量としてね、まあ、ちょっとした虚勢も必要ですよ、うん、柏木さんかわいいじゃないですかあ違う子だったんださっき、うん、ああ友達からねあらえ <laughs> それはもらった <laughs> うん。<laughs> ええー。うーん。あ、それはね、かぐや様だと思う <laughs>。このね、理論を逆にってし始めても、うどうしようもないんですよね、うん。 うん。かわいい。お。あ、これは。えー、これは脈なしでしょうん。こういう聞き方してくるの腹立つな <laughs>。<laughs> うん。 <laughs> 励ますっていう方向なのか。はあ、でも、男子高校生は勘違いしますかも。もしかしたら。<laughs> <laughs> いや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 。<laughs> ドキドキいやあのねあのー、高校男し高校生こういうこと考えてるやついるかもしれないもしかしたら超絶意味のないポジティブねさすがにかぐや様からも最低だな <laughs> でもさっきちかんちゃんとあれでしたもんね うん、頭の中ではね。<laughs> やばいよ <laughs> うん。どうすんの。はい。その裏にはかぐや様。どん。<laughs> 間接 <laughs> <節>的に <laughs> <laughs> 吊り橋効果 <laughs> <laughs> そヘヘヘ えあ,あーやっぱそういう噂になってる <laughs> 落ちている <laughs> <laughs> まあ確かに <laughs> えそうなの <laughs> あなたの客観視できてないかもしれない客観視やつもしかしたら。 <laughs> あ相談される側逆に相談しちゃうやつねあーあなるほどおそうね あれああ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 あ今気づいたんかいお前 <laughs> 今気づいたのやばっでもかぐやさんも隠れてる手だから出てこないでしょ頑張 <laughs> <laughs> れーその妄想やめろ

<laughs> 高校生はシャニ構えるからあのー、意外とストレートなのがいいのかもしれませんそうな、ね、うんあ<ー>、ね、そういうことなのかあーあ、エンディングだ<お>はい、ということで第二話でしたはい結構踏み込んだワードが多かったな <laughs> うん 海は山は頭の中でみんなあんなこと考えてんのかい <laughs> <laughs> すごい気球こんな気球船乗ったことないし今あんのかな <laughs> 確かにすげえはいということで第2話でしたいかがでしたか、はい、うーんなんか衝撃的すぎてなんか2話 <laughs> 分かるわ、うんってなるよね。うーん。<laughs> 相変わらず分かんない男の子が。<laughs> ねえ、エンディングレにんでる出てこないのかな。悪 <laughs> いイケメンじゃん。うーんこの。このこの重剣嫌いじゃないよ。わーエンディングめっちゃそれっぽいアニメっぽいじゃん。なんかいい、うん、これで見たいけどあいいじゃん似合うじゃん<っ> <laughs> なんかすごい。タッチもね。 はい。風の谷の感もあ。うん。なんだろうなんかすごい枚数多そう。枚数多そう。そう <laughs> 作画工数がね。<laughs> <う>あ、それそれそれ今うまく喋れなかった。<laughs> うまく喋れなかった <laughs> 第丈話でございます。はい。普通に童貞とか出てくるよね言葉がね。びっくりしましたね。 うんうん、ってなるとやっぱ我々 VTuber 清楚なのかわ <laughs> からんなぁ。いやでもいきなり配信でなんか、うん、雑談でそんな話してたらちょっとなんか違いますもんねニュアンスが。VTuber 清楚かもしれない。清楚より私も清楚でした私もう清、ん、楚清掃ぞ。<laughs> 取ってつけたかはははは清は清ははは清ははははは清はは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 は うん、はいということで第2話でございました「海墓山墓」みたいなねところと男子高校生の妄想がひどいっていうようなところで、うん、<laughs> どうなんだろうあんな感じなのかなうんう勘違い男子高校生は多いと思いますよまあそうかう <laughs> <ー>んねどっちも女の子と話せただけで惚れてるんじゃないかと思うぐらい <laughs> あーでもそれ聞いたことありますよはい うん確かに特にやっぱりあの女子校出身男子校出身はやっぱりそういう <laughs> <laughs> ところがあるいやでもわかりません共学もそうなのかな学あ今のは学だったですよなるほどだから話しかけられるとって、うん、でもむしろ共学の方が身近だからあれなのかなわ<ー>かりませんが<ー>話しかけられるだけで <laughs> みたいなとこある。 逆に女の子が別に話しかけてるだけだしなっていうようなところでだからその辺のなんか心理的な部分は女の子の方が成長ちょっと先なのかもしれませんね。あー確かに。ね。<laughs> おかわいいことってあ見てくれてましたありがとうございます。おかわいいこと。おかわいいこと。さあ海は山派で <laughs> <laughs> 水着がどうで最後 <laughs> 藤原千佳が戦車戦車級で終わりましたけどなんか <laughs>。いやほんと。<laughs> <laughs> やっぱ気になりますかねその辺はね。

何で,ですか藤原初期より政治予備論的には <laughs> どういうことですかえどちら的ですかね<え>あれからもう一個の男の子的な <laughs> 男の子のもう一人は出てこないとそうあの生徒会での役割的にどうなんだ彼から生徒会業から、うん、<laughs> 今脅威の話してのかと思った脅威の話をしてると思った確かにそういうふうに聞こえても <laughs> おかしくなかった藤原ア充よりですかっそんな,そんなどういうことです危険ない？真面目に聞いちゃった <laughs> どっちよりですかって聞くわけねえだろ <laughs>。<笑>,笑い方同時視聴にかまけてセクハラをかまされたのかと思いました <laughs>。逆に金からセクハラされた気持ちなんですけどね <laughs>。すいません。<laughs> 嘘嘘嘘,嘘どっちが好きですか <laughs> おおボケか。おはー <laughs> 山椒的な好み。 読みろあれだねー我は金から言、はい、多分今救ってもらったぐらいの形かもしれまあしっぽ、はい、しっぽ長い方ですけどねどちらかって言ったらねあ長い方が好,好みの方がそうですけどねはいは<ー>い <laughs> 髪長いよほら追い込長いおボケ <laughs> ほ<ら>おにーテールは髪の毛 <laughs> 尻尾ですよって尻尾じゃない長いな無知のようにしちゃってる <laughs> 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 でも全然あれだけどなでも塩金くん全然腹筋あったからいいんじゃないですか海でと思ったけどな山、まあ、金づちどうですか金づちどうですかって言うと金づじゃないから分かんないか,ら、まあ、かったやっぱなんかかっこ悪いもんなのその辺は別に泳げなくてもいい好きじゃないよ女子も別も泳ぎ泳ぎそんな水着気にしないいやどうなんだろう分からん だいたい高校生のイベントでそんな水になること、うん、ああでもプールの授業ぐらいか、うん、ああそうですねまああとはあの、うん、あの陽キャの集まり陽キャの集まりって何ですかえ私はまあ陽 陰キャ陽キャっていう人ってどっちかというと陰キャ寄りの人がそういう発言するんで、ね、私は陰キャなんですけど陽キャのつまり夏だしプールであー市民プールでって言ってそうでもさっきって別に泳げなくてもなんか浮き輪とかで遊んでるイメージだから彼ら <laughs> は <laughs> だから <laughs>、はい、陰キャなんじゃないですか <laughs> ああそうか彼らはなるほどね。っていうとこだ泳げないからどうしようになっちゃうのか。かがやさんも全然女子高校生ですね。なんかそういうのやっぱ気にするんですね。うん、そういう身体的な形で、ね、確かにそうですね。はやっててもちょっと妄想が我々 <laughs> 考えるのかな。<え> <laughs> あれからちょっと山に行ってみたい派ですけどね。色も山ですね。やん旅行じゃねえか。 虫は嫌だけど。虫は嫌だけど、冬ね。冬。冬場に行ったりじゃないすか。<laughs> 大変だ。大変ですのの。お買い,いことだけでコメントありがとうございます。コメント様ありがとう。さあということで今日最後三番見ていきましょうかね。そっか。はーい。あっという間ですね。あっという間ですね。あ,ねあー面白い金額を気を気をつけます。セクハラにならないようにしてないけど <laughs>。 私が多分脳内が今ちょっとそうなのよ脳内がさ、はい、我々だんだん女子高校生か男子高校生かし始め高校生かし始めてるのかもしれない <laughs> なるほど若返っていきましょう、ね、全くそんなつもりなかったんだけど <laughs> そうよねそうよね気をつけないとな <laughs> 私も気をつけないけ <laughs> <laughs> そんなことさ聞くわけないじゃんって思っちゃって <laughs> ちょっと日頃からなんか脅威維持されてることが、なんか今ちょっと裏目に出ましたね、うん。あって感じ <laughs> あ、ヨメロンがそうなんだ。はい。あ、金倉は逆にじゃあ清楚だ。<laughs> え、じゃヨメロンは別にそんな話してないですよ。いじられてるだけで。<ー>え、違いますよ。<あ>自分から言ってるわけないじゃない。謝れ、謝、ま、れ、あ。はい。あの、本当に、うこれぐらい叫んでるから。<laughs> <laughs> 元気よかった元気なおじいちゃんだ。<laughs> <laughs> あー元気な成人女性だ <laughs> 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 さ。さあ第三を出ていきますよ。よろしくお願いいたします <laughs>。続き,続きお願いします。早くあの男の子。こっからマジで金倉は本当に三回見たことないんで。あ <laughs> あそうですよね。うん、楽しみだ。なやします。あの男の子はなんかでもイケメンキャラなのかな。気になりますね。早く出てきてほしい。いい加減二人がちょっといい加減 <laughs>。 <laughs> その妄想が過ぎるから、もうちょっとなんかこう言葉的なアプローチが欲しいところです <laughs>。なるほど、うん、ですが、行きますよー。はい、間違った。日付出ちゃった。よいしょ。またまたまた、そうそ,うそう、そう、そう。いきまーす。が、四、三、二、一、はい、だん。あら。これは初めての始まり方。もう、そうですね。うん。手繋いちゃってね。 健全でいいいじゃなも、あー、省略省略省略、助かるー <laughs> 助かる。うん、助かる <laughs> う中んん、うん、でも妄想がひどすぎて、もう2人とも負けてるというか <laughs> <laughs>、ま、頭の中のことですか。おしゃれなんだよな、オープニングが。武器が。 やっぱりから何それ恋愛頭脳戦っていうか恋愛妄想戦にしか金ぐらいの今のところ見れませんがいろんなキャラクターいるねそうですね確かに楽しみだねハッと目が合う瞬間って言ってでもなんか学校の中にこういうプライベートなスペースいつもと同じ人のっていうのはなんかちょっと夢ですけどね、うん、確かにうん読みのはそういったところでいうとなんか部活とか あ吹奏楽だったので,ああでも吹奏楽ってスポコン系だもんな <laughs> んあでも音楽室に早く集まるとはいなんかこう少人数でなんかわちゃわちゃしたりとかはしてますね、えー、うんなんか金からの吹奏楽のイメージってなんかもうスパルタでずーっといつも練習してるっていううん確かに運動っぽい感じはする走り込みしてるやつねあでもやってましたよ筋トレもしたしそう吹奏楽ってスポコン系なんだう、うん、そう 体力ないとできないって言われてるんでいいなあ部活ってどんな感じなんだろう生<ー>物部の隠れ,<も>隠れ部長が参照みたいな、うん、<laughs> そういうアニメに出たいってい気持ちはも <laughs> いいかわい,いい <laughs> <laughs> ところ変わって生徒会室じゃんはっ 学校に持ってきていけないやつですか。なんで、生徒会がやるの。まあ、風紀委員会の直属ってことですよね。そ,そんな内容書かれてんの。<laughs> いやいやいや、漢字が。でも、あの子も、ちかちゃんも、お嬢様ですもんね。 アヌーお前は <laughs> ちゃんと男子高校生してんな <laughs> ヘアヌードって何ですかいや後で説明しますあはい <laughs> <laughs> うんええ本当に

タウンページ見てるえええタウンページどううでしょっかぐや様 <laughs> 練習のやつ <laughs> <laughs> 練習のやつだ <laughs> 付き合ってくれそうなる焦りから <laughs> ええー、告られじゃねえ <laughs> いないいない <laughs> <laughs> すごく間抜けな顔に見えるのが素晴らしいですね <laughs> 今は時系列の話をしています過去未来について言及はしておりません <laughs> あら、うん、やっぱそうなんだね いや、靴はこんな会、うん、食品は。うーん。ええ。ええ,え,え、きしょい。あ、き、き、き気持ち悪い。<laughs> まあ、なんかそういうのでね、あんま人からもの。食べ物ね、もらわんということで、何がわからんですから。い <laughs> や、うん。ああ、勘違いでね。<ー>そう。 まあ、まあでも努力で頑張ってるもんね。はは目死んでる <laughs>。スローモーションだ <laughs> 今<は>。い <laughs> どういうこと <laughs> <laughs> 勘違いが一瞬行き回ってね <laughs>。はい。そういうことです。 そっそっそっそそかぐや様が経験があるってうん本当。えお前 <laughs> 今ぐりやわじゃねえんだよ <laughs> あ出た <laughs> うーんこれだいぶが悪いぞ えっ、ー、あっこれかぐやさもしかして勘違いあっ <laughs> お,おかしいなるほど。 やめなさい、やめなさい、やめ。<laughs> <laughs> いや、違うと思う、多分、ああ、これ。ああ、そういうことか。経験済みの度合い。<laughs> おい、いや、だいぶ赤っ恥入ってますよ。神谷さん。 これはだいぶ恥かいたね <laughs>。済ましてる場合じゃないですよ。あすずめがピョピョ <laughs> <っ>。箱入りだ。あとは男にお任せっておようよ。ダメだよ。どんだけブラックボックスだ。<laughs> うんおっいやこういう時頼りになるな <laughs> えでもこういうのはどうやって説明するんじゃだからでもちかちゃんよろしくお願いします <laughs> 我々は配信では触れないですうんうんだものって言ってたさ今 <laughs>。 よかった <laughs> ここで気づいて <laughs> よかったこの先の人生であれするよりね法律では決まってませんけど <laughs> よかったねこれ男子高校生に耐えられる場面ではないよね <laughs> うんよかった藤原初期ああよかったそうそうそういうことキスでねお、ね、いことね、うん、ハッピーハッピーいや正しい字しか得ないとダメですよ,そうですよあら 髪を下ろしてるあなんか若そうなんかあれ最初の頃みたいなうんねえ知らなきゃそうですもんね危ないよ <laughs> 驚愕なんだもん<そう> <laughs> 危ないよ危ないよ <laughs> かぐや様は当てられたいって何 <laughs> だいぶ夜まで活動してんなはい帰るなはいペスペスはいはい あ、謎の男の子。<は>影薄いんだ。ええー。あ、だいぶ印象変わったんだね。ニコニコしてる。<laughs> あいや、やっぱ、お嬢様だから、ちょっとその辺抜けてるとかあるの面白いな。うん。なんかいい雰囲気じゃん うん。うんうんうん。あら。当てられたいってそういうことか。うん。うん、お,お。なんでしょう。ああ、イエスノークイズね。水平思考か。アキネーターね。<laughs> あー気にそうですね、うん、水平思考と思いんだいろいろねまあ20個の中で聞いてまあ生き物ですか生き物じゃないですかとかね、うん、大体生き物かそうじゃないかから絞りますけどね,あ,ね、うん、あらお、うん、頭脳系はちょっとガンマンのような形、うん <laughs> あらあら結構抽象的なあ結構具体的なとこから触れられるって質問いいんだな、うん、概念を排除できるのか。うん なるほど。うん。ノ <No>。うんうん。え。ノー続きはやばいですよ。漠然としたものしか出てこないの。 はっおっこれはえっふれられるものしのみやかぐやの好きなものえっ, <laughs> えっ いやーちょっと待って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 アホだアホだアホだ <laughs> スイッチするか <laughs> まだまだまだ人かどうか聞こうとりあえずアホか いはい、家だぞこれが戦略師の宮家具屋の <laughs>。 これ言わせるっていうこことでしょうこれはでも上手なんじゃないですか答えさせるっていうので言うたら。<laughs> おー暴走の中に自分の顔あるの珍しいですね <laughs> <laughs> あ。あれあ<ー>振り返ってみると <laughs> 確かに <laughs>。 あ。<ー>えー、<laughs> ああ、わざだったんですね。見抜いて、あ,いあ、でもわかってんじゃん。ねえ。うん。見抜いてる。ああ、惜しい。ギリギリ冷静に書いたね。おめでとうございます。そうそう、そうそう。うん、理解してた。わ <laughs> かりやすいことね。誰かに似てる気が目、<laughs> 目元ですか。<laughs> うんあら通学車ですかああ<ー>すーごいよ<ー>そんないるのかなほんとにああ猫バンバンだ もう冬はね、やんなきゃいけないですよね猫バンバン日本の企業が始めた運動ですうんふん猫バンバン綾坂ピンピン綾坂は同級生あ,あお,お友達お嬢様だから お付きの,のがいないといなとすごいねやっぱ命狙われんのかな命狙、まあまあいろいろ事件もありますからねうん、うん、だけどまあいいじゃないですか自由に <laughs> <laughs> あらうれしそう間に合います土地かある車で行ってたら意外と分か,り分かんなかったしますけど、ね、確<か>に <laughs> あえらい右見て左見てへえ すごい話ふ <laughs> わー大変だの、no, 意外と地図ちゃんと入ってるへあらあーあえだち自転車でしょリではあれ <laughs> 片方自転車じゃなかったっけああこういう街並みでね意外とね あら、ああ<ー>。大丈夫。あら、冷たいね。うーん。こんなボロボロ泣いてたら、どうした、どうした。大人、誰か声かけろ。<laughs> ああ、よかった、よかった。<laughs> 子供の扱い苦手。横断歩道。 うん。あ、え、あ、渡るの怖いってこと。普段どうしてるの？うん。渡れたよ。うん。ええー？普段親御さんと一緒ですか？はあ。

いやでもあなた車であれしてたんでしょああーもう小学生の時ぐらいからはあ<わ>、うん、友達とねうん 私はできなかったけど。うーん。頭いい <laughs>。ミキティ、イエティ・ミキティ。イエめっちゃ和なごむな <laughs>。でも、今行くよ、来るよ師匠パリのネーミングセンス。あまれ、イエティ、あまちがたミキティ。<laughs> よかったね、よ。 それもそうだけど、かぐれ様そろそろ時間、やばいおうち、ここはと、ね、まあ、そうくようになるよね。<laughs> 送ってあげてたらね、遅刻ですかあらー、あでもいいことしたから、悪い気分では、ああ、電子柱汚いからやめてああ。 いろんな世界が。おお<ー>。会長。時。<laughs> <ドキー笑>いやー結構一刻ギリギリ。あ<は>？いやー。う かっかこいいかも <laughs> ええー、<ー>急いでるから <laughs> 社会のルールは集中逆にでは適用されませんあ<ー>あ構わずで敷いてっつってえああ絶妙なバランス感覚 <laughs> 捕まりなさいよそこは。 あらーあ会長う,ーんうんよかったねいやへあれあれ曲が違うエンディングちっ 何してる？ちかちゃん。<laughs> 自由だねー。でもお嬢様感あるな。いやいやお。やなんか聞いたことあるこれ<え>。<laughs> あ聞いたことある。<laughs> ああカニクラの友達の V.T.V. を歌ってた。あなるほど。だってちょっと待って動きすごっいやす。いやすごい。ヌルヌルしてる。いや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 すごいぞ。<laughs> 多分 3D じゃないですもんねこれ。 えすごい。今度 <laughs> 今日疲れるんだけど技術に。えーすごい。あら聞いたことあるけどこのオープニン,ングが。あらー。ー明るいぜ。えへへへへ。頭悪くなさそうだけどな。うん。 これは、男子高校生を惑わすよ <laughs> 明るさが <laughs> <ー>あ、チカッとピカッとピカッとチカッとチカッとあれもそっか見た目はお姉さん感あるけどちょあー、ありますお姉さん感うんあの、体型的な意味で体型的な意味でねびっくりだ <laughs> 確かに確かに確かに確岡。森なんで最後さ、なんであれ虫つかんなんです <laughs> 無邪気な一問ですね。ム疲れ様でしたはい。第三話でした最後いいエピソードだったね。なんかエンディングに持ってかれたから。エンディング持ってかれちゃった。途中何のエピソードありましたかあの二十の質問でね。そうそう。互いに理解してたねそう。イースの奥義ですね。あれでは自分の名前がないかなんか V チューバなでしゃべるみたいな。 一周アキネーターはそうね、ののねいつかなんか出るといいなすか出る反対で山椒を出ちゃうんだよね、うん、あれやっぱりとでかぶーそうなんだ総称が出ちゃうんだ。出ちゃうなぁだいたい最後にグネ、ね、あそう藤原地下見た目お姉さんかありますかなんか全然金黒感じません,ん、ね、なんだろう 何ていうん,ん,うんですかその近所のお姉さんみたいなあ確かに、ね、うんだから男の子女の子関係なく無邪気にこう、うん、接してくるから余計多分年頃の男の子なんかはハマるんじゃないですかうす確かそうそう,そうで戦力は戦車並みですからやっぱその辺が <laughs> そうですよそうですよでもそれは無意識にやっちゃってる的な <laughs> って考えるとエンディングの入り方も見せ方がわかってるというような目線になっちゃうのかな、うん。<laughs> すごいな。うん。エンディングすごいな、あれ。映像すごかったですね。ヌルヌルの動き方は。昔のちょっとスカートの動き見たいんですけど。いや、ほんとすごかった。うん。すごいね。うん。ギリギリの。<laughs> あれ全員生徒会メンバー全員 V やってほしいですけど、ね、確かに確かにみゆきくんをガガンガ,ガー優ううに踊ってるのかねこれみたいですけど <laughs> うまくなさそうあ,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 あ同じ曲あいや別に同じ曲じゃなくてそれぞれのそのなんか <laughs> キャラソンみたいで <laughs> いやでもまあそれはそれでいいかのかと思った。<laughs> 同じあチュキチュキって言ってそうそうそう ピピカピカって言ってよねやるのか <laughs> やってくれてもいいですけど <laughs> はいということで皆さん見ていただいてありがとうございました、はい、なかなか楽しめるじゃないでしょうかう、ね、毎週これでいろいろツッコミながらね、うん、<laughs> 我々もこういうようなことを多分逆に配信で <laughs> 言うこと絶対ないから <laughs> そう確かに確かにコメント力を <laughs> 鍛えるのにいいかもしれませんああ、うん ちょっとただ、ね、結構れ、ね、我々のコメント面白くできてたんじゃないかって今回<笑><笑> <laughs> 思いますね。あのそかなファンがいるんですよ私の友達に。はい。そう。金倉さんとミロンのしゃべりが好きっていう友達がいて。えー、はいはいはい。そう。なんかとあるねあの、うん、声優さんと女性声優さんと、はい、あのうんと男性ちょっと何やってアーティストさんかなのはい、はい、なんかラジオ 雰囲気にちょっと似てて好きって言われたとか、確かにね、<う>ギリギリセクハラにならなかったかくらいところ、今回攻めたとこもありましたからね。その辺の感じがね、うん、あれなんじゃないですか。かうん、我々がやっぱりじじいと成人女性だからなせるこの空気。あ、そう,そうそうそう。なんかちょっと危なくない、ある意味危なくないからなない。だって別の種族なんだもん。何が危ない。そうそうじじい。うん、ないよないよ。 簡単な話、ええいいですね。別に我々全然あのラジオとかは一七のあれか、でもがっつりそれで言ったらしたことは、うん、あしたことないか、ないですね。あ、そうだ、あ金か、あそうだゲスト誘うわ。そうだそうだとなんか忙しい際にかまけであれしてた。そう、多分そうなんだろうなと思って。 そうだそうだそうだ今思い出したそうだ <laughs> いやもうこの毎週の企画があるからそっちの方のあれでって言って毎日あの聞いていただけてるということでとっても嬉しいです。どうもまた感想をね書き込んでいただけると我々も認知できますからよろしくお願いいたします。はい,、はい、はいということで3話はまとめていかがだったでしょうかなんかすごい面白いねこの作品ね、うん、そうですね。 いや、なんかでも、やっぱ思春期なのではなんですかね。もうちょっと素直になればいいのにみたいな気持ちになってしま。え、ご自身の思春期を思い出せたりとかないんですか?。<laughs> あんまり。まり思春期なかった。<laughs> 今思春期ですか。<laughs> あ、でも、しん、あ、今、あゆみの、え、ここ,こ言っていいのかな。あ,あ、どうぞ。なんか思春期バーバーって言われてん。思春期ババーはやばいバーバー <laughs> 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 今月の標語なわけですよ。 思春期ババアはやばいババアだよ。それ一瞬回って更年期なわけよ。<laughs> それやばいよ思春期ババと。思春期ババアやめた方がいいと思うんですけど。言われたんですもん友達にも。どういうことがあって。ううえ、なんかまあいわゆるそのな,なんですかその、うん、その思春期時代に、うん、こうなんだ抱いたまあ関心興味関心まあいわゆる ダイレクトに言うと「性の話」はあはあ、をなんか今更になって「えどういうこと?」みたいな「<laughs> えどどういう意味それどういうこと?」ってこう聞き回ってたら思春期いたいババ,ア春期いたいバ,バアだなそうこの思春期ババアがって言われてそんなひどいと <laughs> 耳としまの逆ってことですねだから。

えっと明日空気読みやりますでやるぞやるぞ夜「思春期ババアが空気読みするぞ空気読んでいくぞ空気読めるかなさあ読めるかな読めるかな頑張れよろしくお願いします概要の方にリンク貼っておりますそしてバーチャル3社金倉緊これね毎週この時間やっていきますのでよかったらコメントよろしくお願いいたしますということあ金倉宣伝としてはこの頃モンスターハンターアライス とかねであとちょっとあのー、出せてないですけどえっ、ー、とー動画の編集昼昼頃に投稿するねあのー、今までのゲーム実況のペアのやつとか投稿したりとかあとこの頃は外国語勉強配信でこれは英語を読み書き聞くっていうのはできるんですけどあんま話すのやってこなかったんで、まあ、この頃頑張ったりしてであとスペイン語毎週土曜日ね朝。 あの結構人が来てくれて、スペイン語圏の人、うん、自己紹介ぐらいできるようになりましたんで。おお、素晴らしい。ジグソーパズルのスペイン語がめちゃくちゃ難しくてさ、うん。あ、頬のね。うん。うん。ロンペサベサスって言うんだけど、ジグソーパズル、うん。<laughs> 最初じゃマギジタなのよ。ロン、ロンペサベサス。<あ>金からマギジタ得意だから、それは苦労はないんだけどさ<ー>。パッと頭だけで変換できなくて。 ねすごいペペロンチーノみたいだな思ってさ全然なんか入ってこないのよ腹ペコじゃないですか <laughs> そうそうでもサラあの山椒は同じ感じなんでね、えー、サラマンドラって言うんですけどサラマンドラ、うん、サラマンドラあのサラマゲーム感があっていいんですよねなんかそのうんその辺ちょっと練習中です頑張ってますよろしくねはいということでありがとうございましたあなんて終わろうか今回のシリーズ 一応ね、副題としてでね、あの三昇じじいと成人女性が若者の恋愛生活を見ながらうだうだって一応概要欄に書いてるんですけどね <laughs>。どうえなんで終わろうお疲れなんで告らせたいね。<laughs> <laughs> お疲れ様で告らせたいね。ま一応、かぐや様とかかってるんのですけどね。<laughs> お疲れどうう。<laughs> おつかれお疲れあいい、ね、<laughs> それぐらい出てこいよなでもかわいい我々さあのあんて何とかさそう普通おかわいいことっていう <laughs> そのいつものセリフみたいなこと今回触れてこなさすぎてちょっとごめんあんまおかわいいことがあんまイメージ残ってないわけよ確かに確かにおかわいいことそうだってあれ多分キー,キーワードですもんねだけど全然全然全然 お可愛いこと練習しておきますね。えー、え？え可愛いこと。<laughs> お可愛い,いこと。あでもそれ今はちょっと来てたじゃん。え嬉しそうにしてんじゃんねえぞ思春期ママ。<laughs> <laughs> おめ褒,め褒められると喜んじゃうんだもん。いや素直なんでいい子なんで。<laughs> おつおつあんって何にしましょうかね。おつあんって何？<laughs> おつあんって何？<laughs> じゃあやっていきましょうはい。おつあんってなにーおつあんってなに <laughs> またねバイバイおつあんってなに毎回毎回気になったことをな <laughs> にあ<ー>みたいな <laughs> それやばい <laughs> それやばいぞ <laughs> ばいこの企画やばすぎまた来週やばすぎ やばいまたね <laughs>。